それで、あの優しい表情。ああ、確かに。あれが僕本来のフィギュアのあるべき姿みたいな風に思うんですよ。どうも、誘白大好き小雪です。どうも、誘白で一番好きなキャラは、ヒエトエです。長い。どうした挨拶を噛むって何なの？なんか、ヒエって言って、俺なんか名前が続くといいのかと思って、まあ、そんな感じですね。今月もね、もう末なんで、はい、恒例のね、来月のおすすめ商品会やりたいんですけど、はい、さっき我々ね、こんなフィギュアが出たらいいみたいなことずっと喋ってますよね。あ、そう。誘白で欲しいワーコレシリーズを、2人で20段分ぐらいまで考えましたね。そう、なんかね、2人でね、目標ができるっていいことだと思うんだよ。はい、YouTube でアホほど売れたら、誘白のフィギュアを僕たちでリリースするぞみたいな。はい。これ公約なったんで、皆さん広めてください。誘白のフィギュア欲しい人たちをみんな登録させてください。なんとか、お願いします。いや、もう本当にもうめちゃくちゃマニアックところちゃんと出すんで。はい、例えば。例えば、はい、ヒストリーオブクラマを作りたいんですよ。なるほど。ヒストリーオブクラマは絶対売れると思うんですね。はい、ただ、一人だけ、霊界特別特防隊のクラマを捕まえたって自称するやつを入れたろうと思ってるんですよ。なるほど。必須でしょ。皆さん、もうね、チャンネル変えられそうです。というわけで、今日は、3月のワンピースおすすめ商品はい、まあ、3月も言ってそのワンピースのグッズたくさん出るわけじゃないんですけども、まあ、その中でもね、私たちがこれいいなとか思ったものだったりを発表していくというコーナーです。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあまずは第3位からの発表していきまーす。はい。私が選びました第3位は、ジャンプショップ限定ワンピースダブルクリアファイルです。クリアファイルが出るんですけども、クリアファイルってやっぱり私ね、すごい好きなんですよ。初めて聞いたわ。いつも透明ななんかクリアファイルに領収書の束でもらうよって感じ。クリアファイル一応ね、俺安いのがやっぱ一番嬉しいんですね。あ、しっかりイラストがあって。確かにな。で、もう絶対こんなにクリアファイル使わないだろうと思いつつもやっぱ新しいの買っちゃうんですよ、うんうん、で、今回もこのワンピースのやつ2年前のイラストをまたね、改めてこうやってグッズ化してるっていうのがちょっと個人的に熱くて。確かにな。すごいいいなって思いましたね。なるほど。難しいよね、クリアファイルって。使うタイプ？使うタイプですけど、はい、ワンピースとかだったらまあギリギリ普通に使えるかなと思うんですけど、うん、こんなの使ってんの？とか言われそうなのが怖くて、あんまり表では使えないタイプです。なるほど。そう。確かにちょっとね。そんな感じです。そんな感じ。わかりました。はい。僕の来月登場するワンピースのおすすめベスト3は、ワンピースワールドコレクタブルフィギュアバトルオブルフィーホールケーキアイランドでーす。僕といったらワーコレじゃないですか。はい、ワーコレ大好きさん、はい、最近ワーコレをね、あえてこのおすすめラインナップに入れない傾向があったんです、うんうん、それはまあ扉絵とかね、僕のやっぱワーコレの美学すだちなんですよ。今までワーコレ化されてないとかフィギュア化されてないちょっとマイナーなキャラが入るところが僕は一番そのワーコレの良さだと思ってるんで、うんうん、まあ、今回はバトルシリーズってまあ僕あんま期待はしてないんですけど、はい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 、まあルフィと片栗を置いといたとしてもクラッカーいるじゃないですか。クラッカーあれ熱いっすね。いるのね。そう、クラッカー多分初フィギュア化のはず。しかもちゃんとプレッツェル持ってるの。そう、あれが熱い。まあ、欲を言えばフォルムがバーンって剥がれる前も欲しいんだけど、ああ、そこ我慢して。はい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 、はい、そう、まあ、しかもね、あれ全体的に造形もいいじゃないですか。そう、造形もいいんだよ。まさかタンクマンがね、この太いルフィがフィギュアすると思ってなかったんで。 それもいいし、うん、主人公のルフィがね、はい、あのホールケーキアランドの衣装でいるんだけど、しっかり育ちなんだよ、こうやって。そうっすね。そう、それもまたポイント高くて、はい、歴代のね、はいはいはい、ルフィの衣装だけでこの巣立ちでたくさんあるから、それを並べてコレクションするのも楽しい。そういう意味で久しぶりに僕はもうワーコレに期待してます。スネークマンどうすか。スネークマンはもちろんいいし、まあ、スネークマンはあのジャンプ限定のやつでも出てたんで、うんうん、まあ、ちょっと見飽きた感はあるんですけど、楽しみじゃないですか。楽しみですね。大福とかオーブンとかも出てほしいなみたいなね。はい、まあ、必須ですね。そう、そういう期待もあるんで。じゃあ私の第2位発表しますね。はい。ワンピースワールドコレクタブルフィギュアバトルオブルフィーホールケーキアイランド。はい、これサボりましたね。違いますね。これ手抜きましたね。まだね、言い足りないことがあるんですよ、はい、で、そもそも皆さん、ホールケーキアイランドってルフィたちなんで行ったか覚えてますか。まあ、サンジをね、奪還しに行くのが目的だからね。そうですよ。その時ルフィなんて言ってましたか。ビッグマムと戦わねえって言ってたんですよ。確かにね。実際戦ってないですよ、逃げてただけなんで、うん、片栗とは確かに戦いましたよ、はいはい、でもホールケーキアイランドでバトルってつける意味が分かんないなと思って、ちょっとね、これを担当監修した人をね、呼び出したいです。
怖っ。いやちょっと良くないでしょ普通に考えて。もろもすみたいなこの時間にしちゃってるけどクラッカーが出てたりとか、あのルフィのタンクマンが出てたりとか、まあ嬉しいと、うん、いやでもサンジ、これでヒストリオのサンジで出したばっかやみたいな。こいつさ、なんか巣立ちのフィギュアが衣装があっていいとか言ってたけど、いや別にあれも今出さんでいいやろみたいな。いや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 で、カタクリとルフィもう何回出んねんみたいな確かにホールケーキアラウンドってバトルの回じゃないんだよね、はい、なんとなく確かにね、ま、というわけでね、今日はね、私ねちょっと考えてきたんですよ。ホールケーキアイランドでちょっと出てほしいキャラ6つ。おお、じゃまずいきますね。はい、一人目はブリュレ。これまずいるでしょ。あー、ブリュレいるね。そう。もうブリュレはまあ間違いなくいるなと思うんですよ。うん、で、惜しくもちょっとキングバームさんは落選しました。だって最初から最後までブリュレってね、結構やっぱり。そう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 。大事なキャラだよね。そう。で、次に、フランペ。あー、これも欠かせないよね、片栗戦には。そう。もう片栗にはやっぱこいつも必須でしょ。どうやって置いてんのって思うやん。いや、まああれ多分能力ですよ。あ、そうなの。そう。貴重な飛行能力。いや、だからちょっとしか受けないんで、あ、そう。シギみたいなのがあるんです。バックね、はい、はいはい。で、さっき小池さんも言った、はい、まあ、大福とオーブンっすよ。あこれいるでしょ。いるいる。でね、その次がちょっとねポイント高いんですけど、オペラなんですよ。あー、あのぬめってした感じ、はい、バーコレ映えしそうじゃないですか。しそうやな。そう、だからシャーロットオペラは意外に入れてもいいんじゃないのとも思うんですよ。まあ、ね、それかスイーツ3小生で揃えたいんでスムージーかなっていう。あ、3小生はいるわ絶対。そう、まあ、クラッカーも出たんでそれだったらスムージーも入れてよって思うんですよ、はいはい。で、まあ、記念すべきラストはパティシエ姿のプリンちゃんですね。なるほど、まあ、こんだけ3時出すならもうプリンちゃん出せようと思うんですよね。プリンはワンチャンね、はい、またこの次の物語も出てきそうな気もしなくもないよ。もうなんならあの泣いてるとこのプリンちゃんとか、もうメモメモの実を発動するプリンちゃんとか、あの幼い頃にナイフ持ってるプリンちゃんとかも出してほしいですね。それもヒストリオブプリンやん。そのヒストリオブプリンが欲しいんすよ。まあ、その時にまたサンジも出てきたらいいですよ。はい、というわけで第2位でした。はーい。はい、じゃあ僕の選ぶ来月のおすすめワンピース商品は、はい、麦わら帽子、東京ワンピースタワー限定フルカラービッグタオル。まだ絶対買わんもん選んできましたね。いやいや、これ買うよ。別にコエッキーさんがフィギュア以外は買うイメージないんですけど。もう買うよ。いや、なんかね、久しぶりに、なんか取材とかで、ワンピースタワーに行くこと結構あったやんか。はい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 。今年はなんか遊びに行きたいなと思ってたくさん。うんうんうん、それで、やっぱ、ワンピースタワーの限定グッズっていうのがたくさんあるわけですよ。そうですね。そのビッグタオルが、東京タワーが背景にある、はいはいはい、有名なあのイラストなんですよね。はいはい。で、そのビッグタオル欲しいなと思って。うん、それをね、3月1日からかな。まあ出ると思うんで、それをゲットしに行きたい。サンジの誕生日とかでまたバースデーメニューとかも出ると思うんでね。そう、それもそうだし、4周年なんですよね。うんうん。あ、そうですね。そう、4周年を記念して、小田先生が4周年記念バージョンのショッパーもまた書き下ろしで。あー、ルフィ。ウソップとルフィのやつですか？そう、あれはもう世の中で一番金のかかんないコレクションアイテムなんで。確かに。あれをまた集めに行きたいっていうか、もらいに行きたい。はい、行きましょう。はい、来月どっかで僕たち、東京ワンピースタワー行くんで、見かけた方は、ぜひ、ちょっとでも声をかけてください。はい。はい。じゃあ、1位発表の前に、まあ、恒例となりつつあるね、番外編のコーナーをちょっとやっていこうと思います。番外編という名の、物申す時間です。まあ、お前さっきも物申しとったやんけど思われそうなんですけど、はい、はい。はい、まあ、続けてね、私の物申したい商品を発表します。さあ、ワンピース愛ゆえにだよね。そう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 。批判してるわけじゃないからね。そうよ。いや、俺はちょっと怒ってるけどね。いや、何怒ってんの、そんな。私が怒っている商品は、はい、フィギュアーツゼロ、ロロノアゾロ薬効踊りですまずちょっと褒めたいと思うんですけど、まず顔がかっこいい。ああ、まあ、ここはまあまあいいなと思うんですよ、はいはいはい。で次に薬効踊りというセンスはめちゃくちゃ好き、うん、普通だったらやっぱね大三千世界とか大神官とか、うん、まあちょっと目立った技あったわけじゃないですか、新世界の中では、うん、その中でもこの薬効踊りを選んだってのがまあちょっといいなと思ったんですよ。おー、なるほど。ただね、フィギュアーツさん、よく失敗されてる点としまして、エフェクトがダサい。ああ、なるほど。そう。しかも、なんかこのゾロの塗りがすごい好きじゃないんですよね、個人的に。でもまだグラデーション塗装とかされてたよ。いや、されてたけど、なんかちゃうやん。ちゃうやん、ないちゃうやん。いや、なんかあれ、ホーディーにね、向けてやった、まあ、かっこいい一撃だったわけじゃないですか、薬効踊りって本来。格ゲーとかの昭和画みたいになっちゃってるのが、すごい残念だなってのも。ルフィのスネークマンとかにも最近思ったんですけど、フィギュアーツさんのエフェクト担当の人はもうちょっと考え直した方がいいと思うんだよね。そう
でもバトルシリーズのやつやろ。いや分かるんすよ、分かるんすけど、あのエフェクトのせいでなんか景観を損なってるっていうことも見直した方がいい。景観を損なう。そう、私の大好きなね、プリンちゃんみたいなね、フィギュアのプリンちゃんのフィギュアが私一番クオリティーできてたよ。で、ああいうフィギュアも、まあ、作れるわけじゃないですか。なんで、まあ、これからもね、その本当にもハイクオリティなかっこいいものを追い求めていってはいただきたいです。なるほど。はい、じゃあ僕の来月発売のワンピース商品で物申したいものはフィギュアーズゼロロノワゾロ薬効取りでーす。あ、手抜きましたか。いやいやいや、さっき言われただけ。これはね、僕言いたいんですよ。はいはいはい。まずね、薬効取りというチョイス。はいはいはい。やっぱりゾロンのね、の良さって三刀流なんですよね。三刀流ですね。そう、だから三刀流の技をそろそろ見たいっす。あー、でもコストがね。そう、コストって言われるんだったら僕はエフェクトパーツを抜いてもらう。そうなんよ。え、ただその一刀流のね、技って言ったら僕の中で大進化が前に来ちゃうんですよね。だからなんかもう薬効取りって一回しか使ってないんかな。コーディに今使ったよね。そうですね。ぐらいで、別にホーディを倒した技でもないし、なんかゾロがもっと輝いてる時の技ってあったと思うので、そうそうそう、なんか三刀流の技をしっかり作って、例えばエフェクトパーツありな バージョンはじゃあ1万円と、うん、エフェクトバージョンがないものはじゃあ7000円みたいな、うん、価格を分けてもいいから、自分のお小遣いの範囲でこう選べるバリエーションがあってもいいかなと思うんですよ。そうそう、あれを1体飾るスペースを考えたらちょっともったいないな。もったいないんすよ、本当に。頼みます。まあゾロはね、ワノ国に入ってからむちゃくちゃ、はい、多分剣士としても活躍するでしょうから、うん、来年のラインナップをとか期待しましょう。それはね、もうめちゃくちゃ楽しみですね。もう去年まではサンジイヤーだったんで、うんうん、サンジの商品が多くて当たり前やんか、はい、ゾロもかっこいいゾロをね、また来年たくさん見れるように期待しております。はい、してます。はい、じゃあ第1位の発表いきますね。はい、私が選びました来月発売ワンピース商品第1位はワンピースバンプレストワールドフィギュアコロシアム造形王頂上決戦2ボリューム2。サンジのフィギュアですね、はい。まあ、このサンジのフィギュアどういうフィギュアかっていうと、まさかね、マントで立って自立してる、うん、とてつもなく躍動感があるフィギュアになっております。もう言っちゃうんや。もうこのね、躍動感はね、素晴らしいんですよ、小池さん。蹴り上げてるよね、こっちね。そう、めっちゃかっこよくないっすか。かっこいい。これ残念ながら世界一は取ってないんですけど、個人的な世界一を上げてもいいぐらいかっこいいなと思ったフィギュア。東野賞、東野賞。サンジのフィギュアも確かにさっき小脇さんおっしゃったようにいっぱい出ましたよ、今年たくさん。もうほんと各社出してきましたけど、はい、その中でもなんか一番好きまであるぐらいこのサンジはちょっとお気に入りですね。あー、なるほど。まあホールケーキアイランドの王子様っぽい衣装いいじゃないですか、でその中でかっこいいシーンっていっぱいあったわけじゃないですか、戦いの中で。その戦いのうまく一部分を切り抜いたなと思うのがこのサンジなんで、それぐらい今回のサンジがすごいいいなと思いましたね。納得いかない。いいんじゃないですか。おお、はい、ちょっと小池さん1位どうぞ。僕の1位は、はい、ワンピースバンプレストワールドフィギュアコロシアム造形王頂上決戦2ボリューム1。ウソップ。ウソップなんですよ。はい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 、はい、確かにサンジも良かったんですけど、はい、もうね、かっこいいサンジは個人的にはお腹いっぱいなんですよ。ウソップって麦わらの一味の中だったら人気って言ったらちょっと下だよね。いや、まあ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 、まあね、人気投票でも10位以下だったから、うん、もうそれ仕方ないやんか、うん、でもあえてやっぱウソップを選ばれるっていうと男気と、うん、それであの優しい表情、あー確かに、あれが僕本来のフィギュアのあるべき姿みたいな風に思うんですよ。そのシーンのなんかま背景までがこう見えてくるようなフィギュア。確かに。そう、ウソップのフィギュアでまずかっこいいフィギュアって言ったら何があるって言ったら、まず石山さんが造形された POP のまあ2年後のこういうのももちろんかっこいい。あれを見た時も度肝抜かれたんですよ、はい、ウソップでこんなかっこよくできんのって。そのかっこよかったんだけど、やっぱり2年後のウソップって筋肉隆々になってちょっと頼れる男になったやんか、うんうん、でも2年前のもともと優しいそのウソップのね、カヤに喜ばすために嘘をついた頃のウソップが今見れるっていうのはすごくなんか心を打たれたんですよ。確かに。そう、あれは1個だけその机にポンって置いてあってもなんかすごい癒されたみたいな。そうですね。そう、そういうフィギュアを今これここで作ってくれた造形さんとバンプレさんで本当にもう感謝です。あれはね、本当にあの素晴らしいんですよね。素晴らしかった。本当に良かった。あのウソップは確かに初めて見た時は衝撃を受けましたね。衝撃だったよね。うーん。うん、
なんか彫り込みとかさ、なんか細かいパーツの作り込みなんかなくたって完成度高く見せれるって、なんかすごいな、なんか絵がほんとその飛び出てきたみたいな。あのね、サンジと迷った理由もよくあって、サンジは多分ね、ちょっとちっちゃいんですよ。コストで削って削って削ってたらかっこいいギュッとしたものができましたって感じやるか。でウソップそこそこ大きさあったんですよ。いやそれだってウソップ色も少ないし衣装も簡単やし、そうちょっとずるいでしょ。だからそういうところを目につけて勝負されるっていうその戦略やから。いや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 、ねえ、え、何やねえ、ずるい。いや、ウソップ楽しみです。まあ楽しみですけどね。はい、はい、というわけで皆さんどうだったでしょうか。はい、どうでしたでしょうか。皆さんの来月買うよっていう商品もぜひ教えてください。来月はね、サンジの誕生日があったりとかね。そうですね、まあ、POP の赤いの再販もあります。そうそう、イベントも多いんで、おー気になるものがあったら教えてください。はい、今回の動画が良かったよって思ったら高評価お願いします。それでは、See you。 動画見てくれてありがとう。ちょっとでもいいなと思ってくれたら高評価、チャンネル登録もお願いします。そして躍動感あふれる LINE アット LINE アットの登録、Twitter もフォローしてください。詳しくは概要欄見てくださいませ。お風呂の前はこやっきーチャンネル。